子供のまーちゃんです。前回は内容の取り扱いということで、一番の心と体の健康はについて、自ら体を動かそうとする意欲が育つようにすることということで、解釈の始めを お伝えして途中で終わりましたけども、すいません。はい、心身両面が深く結びつきを持ちながら流されていくというところで、前回は終わりました。で、続きをいきたいと思います。そうした、育ちの姿は、例えば次のような日常の保育の場面に見られます。ある子どもが保育士等のそばで輪投げの輪を投げて遊んでいたが、その輪が弾みで手から離れて転がり出す。輪が止まって倒れると、子供はそれをめがけて這っていき、手に取って今度は床に打ちつけたり、あーあーと声を上げながら振り回したりしている。保育士等が面白いもの見つけたねと声をかけ、輪に向かって子供が這っていくのに合わせて、待て待てと後ろに続いて一緒に遊び出す。また他のある子供は低い柵の間から、玩具を柵の中に入れている。次々と入れて、周囲に玩具がなくなると、今度は手を伸ばせば届きそうなところに下がっている鈴を掴もうとするが、なかなか届かない。お尻を浮かせるようにして何度も試みているうちに、柵に捕まり立ちをすることができ、鈴に手が届いたので揺らして音を出している。その様子を見守っていた保育士等が、立てたのとか、いい音がするねと喜んで声をかけると、子供も嬉しそうに一緒に笑う。か、いや、言葉が通じるのかな、どうでしょう。まあ、このように日常の生活や遊びの中で、それぞれの子どもの発達の状態に即して様々に体を動かす機会が、環境が確保されるとともに、保育士等の援助に支えられて、おのずと体を動かそうとする意欲が子どものうちに育まれることが重要であると。そういう意味で、心と体の健康は相互に密接な関連があるもの、であることを踏まえ、温かい触れ合いの中で心と体の発達を促すこと、特に寝返り、お座り、はいはい、つかまり立ち、伝い歩きなど、発育に応じて遊びの中で体を動かす機会を十分に確保し、自ら体を動かそうとする意欲が育つようにすることということに、なってると。この取り扱いになっていくということだそうです。はい、まあ、例えばの話は本当にこれ例えばですね。まあ最初の輪投げはそうですけどね、かなりその2つ目の立つのもね、やっぱり何回か立てる感じがあって、
それで、立てたっていう状況だと思うんで、まあその一部分を切り抜きしてもね、うん、なかなか、なんか子供も嬉しそうに一緒に笑うっていうのが、そこもなんか結びなかなかつかないっていうか、なんだろう、これは必要なのかなってちょっと思いますよね。そうなんですよね。いい音するねとか声をかけることっていうのが温かい触れ合いだよっていうだけでとどめればいいと思うんですよ。で、子供が嬉しそうに一緒に笑うってなんでこっちに返してくるのかの文が必要なのかの意味がちょっと私は分かりません。はい、すいません。次いきます。2、健康な心と体を育てるためには望ましい食習慣の形成が重要であることを踏まえ、離乳食が完了期へと徐々に移行する中で様々な食品に慣れるようにするとともに、和やかな雰囲気の中で食べる喜びや楽しさを味わい、進んで食べるようとする気持ちが育つようにすること。なお、食物アレルギーのある子どもへの対応については、食卓医等の指示や協力のもとに適切に対応すること。この離乳食が完了期へと徐々に移行する中で様々な食品になれるようにするとともに、穏やかな雰囲気の中で食べる喜びや楽しさを味わい、進んで食べようとする気持ちが育つようにする。どうやってやるんでしょうね。じゃあ解釈を見てみましょう。乳児期の摂食機能は乳汁を吸うことから、食物を噛みつぶして飲み込むことへと発達していくと。これに伴い母乳または育児用ミルクなどの、これ乳汁っていいのかな、ごめんなさい、の栄養から滑らかにすりつぶした状態の食べ物を経て、徐々にある程度硬さや形のある幼児食へと離乳が進んでいく。この時期には摂取することのできる食品の量や種類が次第に増えていくとともに、食べる楽しみを体験したり日々の食事のリズムが整っていったりする中で、食べることへの意欲が生まれ、健康な体や体を心や健康な心や体を育てる上で重要な食習慣の形成の第一歩が始まる。エネルギーや栄養素の大部分を、乳汁なんだろう以外の食物から取れるようになり、離乳食が完了期を迎える頃の子どもたちは食事の時間がある程度揃ってくるので、同じタイミングで用意の整った友達と一緒に食べ始める場面が現れてくると。例えば、あの子供がテーブルについてエプロンをつけてもらうと嬉しそうにテーブルを両手でバタバタと打ち、音を出して笑っている。それを見た別の子供がニコニコしながら同じように音を出す。そこで保育士等が、食事の時間ですよ、一緒に食べようね、楽しいねと声をかけながら席につき、一
ただきますと手を合わせると、子どもたちもそれに続いて手を合わせたり声を出したりしながら、それぞれに手やスプーンを使って食べようとする。保育士等は一人一人に応じて食べやすいように手に持たせてあげたり、食が進まない子どもには食べさせてあげたりしている。食が進まないのは食べたくないのか、それとも食べるのが遅いという意味なのか、そこで食べたくないのに食べさせてあげるっていう表現が出てくると、無理やり食べさせるっていう結論に至りますよね。ここはちょっとあやふやで、こんなこと書いてはいけないと私は思います。初めて見る食品に手をつけようとしない子どもに、保育士等がおいしいよと声をかけると、子どもはそれを手にして眺めていると。でそこで保育士等においしいから食べようよと再び励まされて口に入れると、それまた美味しいねと保育士等の声が添えられる。これ無理やり食べさせてるっていうことに私はちょっと捉えてしまいますね。このように和やかで、全然和やかじゃないわ、穏やかでもない雰囲気のもと、保育士等が一人一人に丁寧に関われない、時間がないから、子どもと保育士等の感情が共有されるような状況のもとではない、子どもの食べることへ向かう気持ちが促されていくことが大切であるのはそうだけど、その前のことはできませんということですね。この表現自体が不適切だと私は思います。また植物アレルギーのある子どもの食事にあたっては、第3章の1の3とか、まずい、職員間で細心の注意を払いながら他の子どもと一緒に食べるという気持ちが持てるように配慮する。まあそこは当たり前のことですからね。はい、次は新たな今度社会的に関する視点ですね。身近な人と気持ちが通じ合うということで、はい、今のところまでが身体的発達に関する視点、健やかに伸び伸びと育つというところに入って、内容でした。最初狙いと内容で、今のは取り扱いということになりますね。はい、まあ総括としてね、ちょっと途中で、この文中身に対して表現の仕方がちょっといただけないかなということと、無理になんか作っているような文章が入っているので、なんかすごく無理な感じを想像してしまうっていうか、あまり現実的じゃないのかなっていう、まあ理想的なことを言うならばそうでありたいなっていう表現にしてもらえたらいいのかなと、その方が そういう風な形に持っていけたら嬉しいなっていう望みですね。そういう形に、こっちを読む方はね、生徒さんとか保育士の方たちはそう見るしかないですね。この本は、本というか本、指針はね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。